さということで、安全の泉からね、次駅からね、新戸駅の方ね歩いていこうと思います。まあいろいろあるでしょね。ちょっと両替もどっかで、両替がてらちょっと飲み物買うなりして、で新戸駅までやったらね、大丈夫大丈夫。今回はもう何もあのそんな兜駅なんて危険範囲選びませんから、うん、わざわざそっちの方行きませんからね。うん、こっちの方に行ったらいいんや。あ、でも場所コーンとかあるんや。こっちは月3300円、月ですね。さすがに1日3300円とはボッタになりますからね、うん、月決めですね、うん、よかったよかった。うん、まあ集落もありますし全然危険感ないですよね。はあ、何の観光バスなんやろ、わかりませんけど、滋賀観光なんだ。へえ、やっぱまあ滋賀の影響大きいんでしょうね、こっちの方は。へえ、すごいですね。駅前出てからね、もうこれは全くもってコンビニとかは出てくる気配ないですからね。ここは伊藤聖子さん。ふれあい体験工房とかあるんですね、岩焼きの。ここもなんかお店だったんかな。広いはずですね。小学校近くにあるんだ。こっからもう出てた小学校なんですね。あ、だからいっか。で、こっから、あ、緑のが引いたのは多分、あれですよね。スクールゾーンってやつですよね。うん、おー、虫が。雨降りそうですね。あの虫が低いところ飛んでますからね。映ってたかな。そうそう、あの虫が低いところ、なんかあのフォーフォーフォーってした、あの刺すわけでもないなんか蚊みたいななんかいるじゃないですか。あれが低いところ飛んでるとあれなんですよね。あたりが通学路になっておって、で伊賀のインターチェンジ、名阪国道の伊賀インターが近くにあるはずなんですよね。どっち行っちゃいいんだろうこれ。どっち歩いてったらいいんやこれ。ってことは伊賀のパーキングエリアも近くか。あ、ここも伊賀のインターチェンジ、伊賀インターだ。これ渡っちゃったらまずいのかな。はあ、はあははあ、なるほどなるほど。抜本的に道を間違えてますね。全くダメだな。あ、でもなんか旧大和街道って街道がさっきのところから行けるみたいなんで、じゃあ旧大和街道の方から行こうか。あ、ちなみにこれ大和街道の方から行くと、これを右に行くと兜の方に行けるよっていう、魅惑の表示も出てますけどね、やりませんからね。さすがにもうだって4時回ってますからね、この時間からそんな6時回ること確定してるところに行ってもしゃあないですからね、うん、一応ね、なんか移行あるみたいな話聞いたことあるんですけどね、あっちの方に行くと。とはいえいくらなんでもね。どうした、なした、ここで曲がれば大和街道で、これで新道の方に行けるはずやから、こっちから行きます。こっちへね。自動車7時から9時の間、あ、そういうことか。それで今折り返したんか。
一応ここは昔の大和街道となってるんで、伊賀と奈良を結ぶ街道だったっけ、あっちの方ですよね。要はあの東海道だと、滋賀からね、関を越えたら滋賀に行って、でそのまま京都に入っていく。まあもともと京都がね都ですからね、あっちを中心に作るわけでございますから。で、そうじゃなくて京都をバイパスしてね、要は奈良経由で、するとね、大阪奈良とかあっちの方に行けるように、作ってあったのが、でそこからそのまままだね、こっちはこっちで、伊勢街道とかお伊勢さんっていうね、昔ながらの要は観光用の、ね、あの要所がございましたから、うん、まあ、そういうことまさかなんかでもね、商人がありましたわけですね。でそういったところに、行きやすいようにもと作られたのかな、大和街道らしいですよ。でも確かに昔ながらの町並みですよね。うん、まあ、これのところもポスターあるし、昔ながらの、くるくる回ってませんけど、ここも営業されてない、あ、いや新聞新しいの置いてあるし、コロナ対策用のアルコール除菌が入り口に置いてあったんで、やってはるところでしょうね。まあまあまあ地元の方向けのあれでしょうからね。まあ、この辺りもね道細いですけど、まあ車はそんな来ることないでしょうから、歩きやすいですね。この辺りの石辺なんかも相当古いね。すごいですね。面白いですね。レンガの上に瓦があると面白いですけどね。で、ちゃんと土蔵もありますよ。すごいな。川の音が聞こえる。これ下川なのかな。おっとっとっと、細いところやから。あれやね。すごいカーブだ。さてさて、で、あ、ここら辺まで自然歩道やったんや。で、ここから先ずっと行くとまた自然歩道になっとんや。まあ見えてもこの辺りに来るとお忍び感が出ますよね。いやいやいや、ただ見どころは特に今のところないですよね。これでなんとかね、駅間散歩でね、日本とくると こんなんなっとるんや。あ、なるほどな、車が来るとセンサーでな。そういう構造になってるんや。さあ、これね難しいところでね、こういったセンサーが一時結構こんだけ大きいのじゃないけど、横浜市内でもつけたりしたことがありましたけどね。広い道だ。聞いたことあるのは、結局ああいうのをつけると、あれが回ってなかったら、あ、来てないからいいやろって言ってピュってね行っちゃう車が増えて、結局事故が、増えるというね、結果になってしまったとかね。それで自転車とかはね、センサーが反応しなくて、それで、出てきた自転車とぶつかってしまうような事故があったとかね、そういうないような話聞いたことありますんでね。まあなかなか一筋縄ではいかんのやろうなぁ、なんてことをね思いながら。あ、そういったな、自販機もありますしね。あ、道中なんとでもなるな。この前の東青山の、ね、これ
福くる工房、なんか作ってるんだ。何作ってるのかなと思ってこれ見たら税理士会になってるな。でもこれ陶器で税理士会のやつ作ってある。どういうこと、税理士さんが陶器やってるってことなのかな、気になるな。へえ、あれかわいい、かわいいね、この辺りとかかわいいですね。いろいろありますね。で、あ、ここは、おお、さすが地元ですね。これなんですよ、富江神社。へえ、こんなとこ神社あるんや。せっかくですから、ちょっと神社見てきましょうか。新規の城ってなってますね。